裁量には日本で活動しているプロレスラー。実刑に総合格闘家の寮がいる。15歳でイギリスのハイスクールに留学。卒業後、オランダでジェラルド・ゴルドーの下で格闘技を習得した。日本に帰国後、プロレスリングゼロワンに入団し、2001年9月1日のイゴールメーンダート戦でプロレスデビューを果たした。しかし二千二年から二千四年にかけて、 内臓疾患により長期欠場を余儀なくされ、遠征には帯同する者の,の練習生という扱いになり、審参を舐める。そんな試合ができないまもできる範囲でのトレーニングを欠かさず行うが、本来自分のパートナーである佐藤康平が横井博志とローディを結成するなど、欠場中の際と、この二人との実力の差は開いてしまう。2004年に復帰してからは、 佐藤浩平とのコンビも復活し、大谷新次郎と田中正人のエンブレン夢をも倒し NWA、インターコンチネンタルタッグまで体感する活躍で復活する。復帰までの道のりは精神的にかなり過酷なものだったが、大谷をはじめ多くの人に支えられ乗り越えることができた。また、ハッスルへも常連レスラーとして出場しており、ハッスル軍の一員として、 ハッスルサイボーグのニックネームを持っていた。しかし、2005年12月24日、高楽園ホール開催のハッスルハウスクリスマススペシャルで、坂田渡る、率いる坂田軍に入団、その後、ハッスル軍残党と合流して、新生ハッスル軍のナンバー3となった。そのハッスルにおいて、他のレスラーが技をかけるたびに、ニックネームで C とか K などと、 場内観客コールの飛び交う中で、ある日のタッグパートナーの石狩太一が試合前に、再三の場合、再って読めないから、ジャンでいいんじゃないっすかと言われ、しばらく、ジャンという歓声が飛び交った。その後も若手の旗頭として、大活躍をし、新日本プロレスとの構想においては、山本昭治という新しいライバルを見つけるが、シングルマッチでは、今のところ無敗である。 また2005年と2006年には日祭りにも出場しており、2006年の方は兄貴分の佐藤浩平に勝利をする主君も収めた。そして AB 両グループを通じて、才は唯一トップの勝ち点6で予選リーグを通過が横一線で並び、4名マッチで田中が勝利し決勝へ進出。決勝に進み惜しくも準優勝。田中正人に敗れた者の成長ぶりを証明する。 試合となった。2007年2月、和歌山県那智勝浦町の観光大使になる。得意技の那智の滝に関連している。同7月には、世界遺産プロレス熊の那智伝説格闘ロマンチック街道の旅と題し、西岸都市ミー前特設リングでプロレス工業を開催した。2008年12月22日の愛の理放送分より、ニックネーム、レスラーとして、 新メンバーに加わり、2009年3月23日放送の最終回まで出演した。2009年3月29日、01安国神社大会で世界ヘビー級王座を獲得した。7月1日にベルトは田中に明け渡すものの、同年の日祭りでは決勝でライバルの公平を下し初優勝を果たした。2013年10月から11月にかけて、 開催されたプロレスリングノアのグローバルリーグ戦に初出場。2014年8月3日、日祭りで会を下し優勝する。10月17日、日祭り覇者として、世界ヘビー級王者の佐藤光平、UN ヘビー級王者の鈴木秀樹との間で、完全決着方式の3ウェイマッチを行い、勝利した。試合後、ブルマーダーズとの共闘を示唆し、 この腐った会社を変えていくと発言し、ヒールターンした。2015年8月13日に、新プロジェクト、プロレスリングランズエンドを新規バファーストリングで開催。海外発信を視野に入れたプロジェクトで、大会開催時には、香港での大会が決まっていた。サイト縁のある韓国やイギリスでも、大会を予定しており、団体としては、大阪府の和菓子店とのコラボなども行っている。 2016年1月23日、新規場大会の神風船をもって対談。プロレスリングランズエンドの旗揚げを表明。01には不定期参戦となる。現在は全日本プロレスや大日本プロレスを中心に参戦。2016年3月31日、札幌のコンカリーニョで、プロレスリングランズエンドを団体化して、旗揚げ戦を開催。鶴見や横浜でも、 大会を行い旗揚げシリーズが終了。2016年8月27日、全日本プロレス、名古屋大会で三冠ヘビー級選手権に初挑戦。10月2日、ハードヒット、ベストオブスーパーグラップラーズにて、グラップリングルールで、ネクストコンテンダーズ1でトーナメント優勝者の松本総樹と対戦。剣道新牙は、プロレスリング01マックス。 新規バファーストリング大会に登場した剣道の同意を身にまとった覆面レスラー。正体は学生時代に剣道をやっていた裁量に、市内を持っており、石格闘技戦などでその腕を振るう。ありがとうございます。